さんこんにちは。そして、お待たせして申し訳ありません。アップロードが遅れまして。というか、待たせすぎですよ。夏の旅行なのに、投稿したらもう冬になってるなんて。さあさ、松江駅から早速始めましょう。そうですね。それでは、お楽しみください。まずは、こちらの真っ黄色食パン、ではなく色あせたたらこ色の、ディーゼルカーで米子を目指します。米子といえば、これですよね。北郎列車。そう、米子から分岐する境線の、終点境港は、漫画家、水木しげるさんの出身地。その関係から、境線のディーゼルカーには、代表作、ゲゲゲの鬼太郎がラッピングされています。しかし、駅の装飾や外装は、当たり前ですが、何ですかこの座席は。壁に耳あり障子に目あり、どころじゃないですよ。背中に目あり、手不気味すぎじゃないですか。あまりにもシュールすぎますね。まさに名列車ですよ。はっはっは、そうだね。その頃、駅には、八雲号が到着していました。岡山から白尾線を通って、出雲市まで向かう列車です。いつまで381系を、使い続けるのでしょうかね。この後、さらに岡山駅の八雲号も、町、キハ121型1両編成の、倉吉駅に乗車します。キハ121型はかつてここを、走っていたキハ58型の、置き換えで作られたディーゼルカーで、急行型のようなオールボックスシートの、配置だ。比較的空いてる地域で使う分には、加速も良くて使いやすいのだが、ラッシュ時の輸送力は、さすがにキハ47形には、及ばない、とのことだ。地方は、詰め込み輸送に特化できない事情があるのですね。そうですね。実際扉周りの空間が、狭く、全面展望していて駅に、着くと降りる客から退避、ということをオープン主も繰り返していたとか。ここからは、様々な特徴を持った駅が、目白押しです。まずは御厨駅。三院最古の駅舎が有名です。駅舎自体は時間が少なく、取れませんでしたが、ここで鳥取行きの特急列車を、やり過ごします。続いて浦安駅。ここでも退避があります。まずは特急列車。早いな。続いて米子行きの普通列車、こちらもキハ121型でした。この車両、島根県では見なかったのに、鳥取県ではよく見ますね。なんででしょうか。そして由来、あのフラグが立ってばっかりの、アニメ、名探偵コナンの作者、青山剛昌先生のふるさとです。この時コナン関連のツアーを、やっていたためか、駅員さんが配置されていました。そして倉吉駅に到着。倉吉駅は、スーパー白うさぎ号の終着駅。特急列車の到着を、待ち、キハ47型の鳥取行きに、乗り込みます。そして鳥取駅に到着。鳥取駅には塩ビ線が乗り入れています。連絡の塩ビ線は地図急行の車両でした。
また郵便線に葉若狭鉄道も乗り入れています。ここで昼食の弁当を調達。三陰本線城崎温泉駅のディーゼルカーに乗車です。はい、質問です。これ快速列車ですよね。停車駅はどこですか？いい質問ですね。実はこれかなりの名快速なんですよ。103系さん、解説お願いします。よし、わかった。これを見てくれ。これが鳥取からこの列車の終点城崎温泉までの全ての駅だ。列車はこれから鳥取を出て城崎温泉へ向かう。では鳥取の後の停車駅を案内しよう。福部、大岩、岩見、東浜、諸寄、浜坂、小谷、天るべ、鎧、霞、芝山、佐津、竹野、終点、城崎温泉だ。ちょっと待ってください。通過駅が経ったの1駅ですか？全然快速してないじゃないですか。こんなに急がない快速、初めて聞きましたよ。確かに、快速の名はふさわしくないかもしれないね。実際、霞の休憩中に確認したらしっかり普通列車になってたよ。そういう説明じゃないんですよ。仕方ない、イグミだけ特別お客が少ないからな。しかし、ここからの車窓はとても綺麗だぞ。我々は電車だから非電化区間のここは見に行けないんだから、よく見ておくように。城崎温泉からはどのように帰られたのですか？あとは普通に福知山へ出て丹波寺快速で帰還したよ。というわけで、長く続いた西日本の旅もこれで終点です。山陽の新型電車や九州の華やかな電車、そして山陰の美しい風景を堪能した旅でした。今後もどこか旅行へ行った際には
その報告を兼ねて動画にしたいなと思います。長らくのご視聴ありがとうございました。それではごきげんよう。